皆さんこんにちは、岡田克也です。今党の中で、3次補正の編成作業と並行して、その財源をどうするかという議論を、全員参加で行っています。全員参加といっても出席している議員はおおむね、5、60人かなという感じはいたしますが、そこでの議論、私も今日も出席をして、2回発言をいたしました。新聞にも一部報道されていますが、増税をすることそのものについて、問題があるという発言がありましたので、それは違うだろうということを申し上げたわけです。つまり今まで党の中で議論をしてきて、そして各党との約束や、あるいは法律の形になったり、あるいは大震災の復興の基本方針という形で決めてきたもの、そのことはやはり前提にして議論をなされるべきだということを申し上げました。具体的に言いますと、復興の基本方針の中で、これも党内議論をして、私中心になって、厳しい議論の中で、まとめたもの、そして内閣としての基本方針になっているわけですが、その中で言っていることは、これから復興のための財源として、全体として13兆円が必要である。実はその後、年金、基礎年金の流用分をこの復興債で賄うということになって、13兆ではなくて 15.5 兆だと、 2.5 兆上積みになっているわけですが、いずれにしろじゃあ 15.5 兆円をどう手当てをするか、増税の前に資産売却や、あるいは不要な必要性の低い歳出を削減するという中で、どこまで賄えるかということを議論する。これは今党の中で並行して議論しています。そしてそれでも足らざるところは増税でやらざるを得ないと、税制措置でやると。そしてその税制措置の法案は三次補正と並んで国会に法案を提出するということまで基本方針で決めているわけです。つまりその増税の規模とか、それから具体的なスケジュール、来年度からやるのか、あるいはもう少し時間を置くのかとか、それからどういう税でやるのか、そういうことはこれは議論すればいいと、党の中でしっかり議論をする必要がありますが、そもそも増税はけしからんとか、そういう話になりますと復興の基本方針にも反するわけであります。そこはやはりわきまえた議論というものが必要ではないかと。もちろん私は私の持論としては来年度から増税すべきだという考え方ですが、そこは党の中でいろんな議論があっていいし、それからもちろん増税の前にさまざま資産売却、埋蔵金その他できるだけやって、それで足らざる分を増税で賄うということで進めていくべきだと思いますが、増税そのものがダメだという議論というのは、これは通らない議論だというふうに思っています。いずれにしても今議論が急がれるのは、そこのところがはっきりしないと三次補正の提出にならないということです。三次補正を政府として、与野党で議論して、その上で政府として決めなければいけません。党の中でまず決め、各党と議論をして、そして正式な決定に至る、政府の決定に至る。そしてそこから具体的な係数整理などをして、国会に予算を提出する。従来ですとやはり今月中には各党での調整を終えると、そして10月の半ば過ぎには国会に予算を提出する、そういったスケジュールで考えてきたわけです。議論が遅れれば遅れるほど予算の提出が10月の後半から場合によっては11月ということにずれていきます。今回の復興予算は被災地の対策として
本格的な大きな予算になります。しっかりとした予算を同時に早く迅速に組んで、そして被災地のためにこれを実施していかなければいけない、そういう全体のスケジュール感の中で議論を行わなければならないと思います。いつまでも前に戻ったような議論をしている政権与党として、それは私は許されないことだというふうに思っています。そういうことを全体会議でも発言をいたしました。与党としての責任、そのことをしっかり自覚をして議論を進めていきたいというふうに考えています。今日は